やり直しは禁止、リセットボタンは押さないでーはい、フジテレビ新人アナウンサーの押さない玲奈です。このチャンネルではアナウンサーの卵である私が大好きなゲーム実況を通して一人前のアナウンサーを目指していくというチャンネルになっております。さて、前回からまた再開し始めたロストジャッジメント。まあでも前回はね、そんななんかね、事件の、詳細が聞けたっていうところだったから、もうちょっと進めたらいいね、なんか新しいね、進められたら新しい事件と、事件って言っていいのか分かんないけど、そうですね、できたらいいですね。はい、じゃあ、やっていきますか。はい、じゃあ、いきます。リサーチャー盗聴を調べる盗あ、違う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 可愛い相手今回の一戦目はこの人たち。この人は人たち、大体一文字の人多いな。なんかこれ名前だよね。だと思う。多分中国。中国。ああ、なるほどね。なんか横浜なんだね。わかんないけど、なんか中華街みたいなイメージ。盗聴そうか。そう、盗聴。怖いね。どうしよう。でもなんかさ、盗聴、いや一人暮らしじゃん。うん。なんもなくない音。ただちょっと生活音がさ、そうだそうだ。ちょっと独り言して、なんか歌歌ってるみたいな。もはやそれが一番恥ずかしい。確かに。友達と話してる内容とかじゃなくてさ。一人で、そう恥ずかしいかも。熱っみたいな。一人だと津軽弁出ちゃう。出ちゃう。熱っって言ったら熱っみたいな。バカにしてるんだって。じゃあじゃあじゃあ例えがないからちょっと思いつかなくて。でも熱っっていうか、なんか熱いは熱いなんだけど。これね、私結構悩んでて、なんか冷たいのをしゃっぽいって言うんだよね。で、なんかだから冷たいが出なくて、そもそもしゃっぽとかになっちゃうのよ。冷たいって言いづらいよね。ちょっと場所から来ちゃった。あ、地方裁判所。矛盾していますぞ。お、あの後ろ姿は。電波が出ていたのでそれを探しにですね。好奇心と言いますか。好奇心だ。あー、ひどい。見るからやりそうじゃないか。確かにとは言えないわ。危な危な。盗聴犯で捕まったのってつくもかよ。おい、つくも。やがみじ。この人の知り合い？はい。付き合いの長い友人です。そうなんですよ。証明してやろう。弁護士バッジだ。これは一番効果的ですよ。弁護士やってます。矢上隆之というものでして。
今夜失礼しました。助かった。感謝しておりますぞ。なあ、盗聴を悪用している悪徳探偵。ん？はい。ストーカーの依頼を受けて盗聴や盗撮をしたり、闇金から夜逃げしそうな家族を盗聴して見張ったり。いつも犯人が私で部品とか笑ってニヤニヤしながら調べてる感じじゃないか。なるほどね。つくもひせテンパたち新車扱いされるお仕掛けのようですが、はあ、そうですとも、ね、弁護士バッジがあるから私には。裏側。分かった。探偵のアンテナ、電波探知機、インジケーターの点灯する強度によって特定することができます。へえ。盗聴器、はいはいはい。駐車場広いんだね。これ近くなったらビリビリっていうのか。なんか緑点灯するらしい。もっとちゃんと調べなきゃいけない。出ているようだな。ほう。お、誰だ？私の車にようでしょうか。あの。探偵でございます。警察官さんですか。探偵さんが私の車に何の用が？異人町で盗聴盗撮被害が相次いでいる。そうで、車の中で人に聞かれるとまずい会話などはしますか。そうだよね、裁判の内容。ああ、はい。聞かれたらまずい。びっくりした。めっちゃ可愛いわ。これは増山くん。なんだ。え、逃げた。何？逃げたんじゃない。ん？逃げたのか。逃げたのか。え、秘書の増山くんですよ。ってことは。しまった。
おー、ナイスナイス、つくもし僕に悪徳探偵のお目を見つけるのは重いですぞ。ドカヘンとペットがしますよ、タク男。強っ。え、強いの、わかんない。回転ってなんだろう。あ、ちょっと顔ポーズだけはなんだ怖っ。この身内がさ、なんかこうなるとちょっと怖いよね。どういうことだね。買収、誰に、被告人の弁護士か、下請けだと名乗る人です。悪徳探偵か、オンライン、今時だな。方言などありませんでしたか。いえ、ポソッと喋ってた。あの、イリーガル探偵所、違法探偵所、本当だよ。よくない。どうする、300万あったら家族に配る配るの、はいはいはい自分なんか好きなもの買ってみたいな、あ感じで配るの。何しようね、300万か。まあ、家族、300万で家は無理だもんね。うーん、あれじゃない、田舎とかだったら。そうですか。あ、いけるか。私、家のさ、値段がわからない。300万無理か。つまり無理か、全然無理か。車ぐらい。あ、じゃあ車かな。車か。だったらなんか旅行とかしたいな。あ、今はできないけど。車は免許持ってんだっけ。持ってる持ってる。え、結構乗り回すタイプも。いや、そこまでドライブあんまり。なるほど。の助手席側。あ、そっちね。え、青森では結構乗ってた。乗ってた。もう乗らないと、いや車社会だからさ、青森って。だから学校とかも車で行ってるし。大学ってこと？うん。だいたいそうだよ。なんかあの、なんだっけ。実家暮らしは、一人暮らしの人とかはあんまり行ってる人がいないけど。ここにってさ、みんなが車だったらさ、いっぱいなわけじゃん。駐車場めっちゃでかいってこと。ね、4年生しか駐車場が乗れなくて、あとはその近隣の駐車場を借りて、あー、なるほどね。月5000円とか6000円とか払ってみたいな。そうなんですよ。顔だ。久しぶりに運転したいなっていう感じは。あ、拍手してくれ。都内で運転どう？できそう？無理無理無理。怖いよね、都内。初心者マークつけたいくらい怖いと思う。てか初心者マークつけたらなんかめっちゃ気になりそう。あー、逆に？何、初心者が運転してるんだみたいな感じ。都内でも、都内運転したことないから。なんか高速とかでさ、うんうんうん、都内一瞬通るとかだったらさ、うん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 、あるんだけど、なんかもう都内あっち行ってこっち行ってみたいな車でしたことない。怖くて。止める場所もさ、確かに結構難しいじゃん、もう一人なんかこれちょっとすごくない、伊勢崎の音。あ、やばい、撮っちゃった。撮るつもりなかったのに。危な、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 あ、ごめんなさい、ごめんなさい。すごくないこれ、なんかキラキラしてる。あー、やすいか。よし、ちょっと、なんか高校生倒すのもためらいなくなってきた。確かに。あ、私たちのことを話しています。マジでやばかったらしいな。
と盗み聞きみたいな感じだったよ。どんな感じだった？かっこよかったでしょ。確かに、だってさ、めちゃめちゃなんか仮面とかつけてたもんね。そう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 、あれがどうだったかな。机とか椅子とかで、テーブルとかもね、バンバン寄ってもったから。あ、いいな、フライドポテト増量に2倍。フライドポテト、居酒屋行ったら絶対フライドポテト食べちゃう。あー、美味しいよね。なんだ、なんだろう、お酒に合うのかな。ほら、めちゃめちゃ美味しいよね。主食でもいい、なんかさ、居酒屋に行くやつってさ、味違うじゃん。あー、なんか確かに確かに。さっきの女がいなくなったら Wi-Fi が繋がるようになったぞって、なんかすごい。え、どっから誰言ってんだろうこれ。すごい気になるんだけど。そんなことある。あれ、間違った、違うとこ行ってた。上にあるんだね、つくもかって。いい匂いしそう。椅子でも焼き肉じゃない。焼き鳥が食べる。誰ですか？もしもし。あ、沙織さん。矢垣さん、今大丈夫ですか？ああ、こっちもそろそろ電話しようと思ってたとこ。三越場殺しの材料が集まってきた。ああ、あとそういえば沙織さん、神奈川県警の渡辺刑事って。ええ、その人なら例の痴漢事件について聞きに来ました。なぜか江原を事情聴取できないのでと頼まれて。警視庁のせいだってさ、連中としては自分とこの警官が殺人犯と関係してたかもしれないんだ。それを神奈川県警だけの手柄にはさせられないんだって。欲しいよね、手柄は。そういうことでしたか。沙織さんは次江原と接見する予定は？こちらの準備が整い次第と思っています。お、その時は山口さんも同席してもらえますか？ああ、こっちからもそれを頼もうと思ってたんだ。ただその前に俺も江原のこと調べないとだな。痴漢で捕まった時の状況とか。でしたらちょうど星野君が明日また痴漢現場を検証すると言ってます。池袋と新宿駅で一から江原の行動を見直したいと。へえ、じゃあ俺もそこに行くよ。わかりました、少しお待ちを。ん？もしもし、星野です。よかった、八神さんも来てくれるなら心強いです。ならよかった。そうだ、明日痴漢事件の資料も持ってきてくれる？現場見ながら大体の流れを聞けると助かる。もちろんです。池袋ね。まずは池袋駅から検証するつもりなので、八神さんも明日そちらへお願いします。わかった、それじゃ。じゃあ明日は東京に戻るのか。久しぶりに、ね、久しぶりの東京だ。もはやこっちがホームになってきてる。いや、こんな居心地いいとさ、ちょっとさ、もうずるいよな。お金貯まってきた。ね。ね。星野くんってあれだっけ？源田、あ、そうそう、源田法律事務所の亀井さん、タクシー待ち、タクシー。池袋と横浜ってこう近い？いや、でもまあ県またぐもんね。八神さん、から
その看板ですね。事件前、江原はそれにもたれかかっていた感じです。再現するのね。そうそう、そんな感じです。江原はそこに立って痴漢する相手を物色してました。このキャップにサングラスの男が江原です。怪しい。江原は結構長い時間このホームにいたんだって。ねえ、改札を通ったのが事件当日の午前7時43分でした。防犯カメラにも映っていますし、彼の交通系 IC カードにもその入場時刻が記録されています。その後このホームを1時間くらいうろつきながら女性を目で追ったりしてました。夜ならやればいいのに、早く。ええ、気持ち悪いですよね。その江原の映像を撮った防犯カメラはあれか。そうですね。池袋の乗降者数は都内でも指折りだ。そして9時6分、でも本当にそうらしい、ね、江原はこの被害者女性に目をつけ、新宿とかの方が多いイメージだけどね。あ、まあ、新宿も多いんだけど、ピンクのカーディガンの人、なんか池袋も大きい駅だから。そうです、そうなんだ。マミヤユイさんという OL でした。6歳になる男の子の母親です。そしてさらに電車内の防犯カメラでも2人の様子が捉えられています。被害者の証言によると、痴漢は最初手の甲でお尻を触っていたようで、なんかちょっとわざとやってる感じはしない。それからだんだんスカートの中に手を入れてきたそうです。でも明らか向こうバレてた、バレてて、こっちはさ抵抗しないようにしたわけじゃん。おとなしい感じの女性を狙ったんでしょうね。頭にきますよ。なんかあってやってるんだ。犯行が起きたこの電車は次の新宿駅までノンストップで6分。被害者はその間怖くて助けを求められなかったそうです。怖いよな。この映像、俺のスマホにも送っといてくれる？ねえ。では次は新宿駅に行きましょう。このあと向こうで痴漢が捕まる姿は痛快ですよ。まあその人がうちで弁護した被告人なんですけど、初めて見た気がした。星野くん、もうすぐ新宿駅です。八神さん、今はこの電車空いてるけど、事件が起きた時はもっと混んでたよな。ええ、普段あの時間帯の乗車率は 180% ですって。で、俺が今いる位置がだいたい江原の出た場所か。だってあれじゃないのね、普通に座って座るところ全部と立ってる人。なるほどね、座ってて 100% とか。これは座りと立ちとかじゃないですか、釣り革のところに立って。乗車率 100% ってのは乗客全員が椅子に座るか釣り革につかまれる程度。あ、じゃあ例えばこのドアのところに立ってる人とかはもう 100% 以上ってことだよね。どこだ。へえ、勉強になるな。この映像が車両内の防犯カメラで撮られてた。俺の今の立ち位置に江原も立ってきた。そうなんよ。残念だったね。あ、今も。今も。ああ、残念だった。あら、失礼しちゃった。かっこよかった。6分ってどうなんだ、電車では長い方なのかな、どうなんじゃない。特に東京とかだとさ、大体それこそ山手とかだったらさ、もう1分2分とかついちゃうじゃん。あ、そうなんだ。正面で顔出てくるの面白い。すごい、スタミナ X の広告がある。結構あるね。本当だ。待って、見つけらんないな。あ、歩かないと。
これは…ん？え、ここに防犯カメラあるの？知らなかった。へえ、すごいな。新宿着きました。江原と被害者が電車を降りたのもホームのこの位置です。被害者の間宮さんはこの駅に着く直前、スカートに入っていた痴漢の手首を握り返しました。そしてその手の主をはっきりと見たんです。じゃあ間違いなく痴漢の相手を特定できたわけだ。ええ、それに江原の手からも間宮さんの下着の成分が微物検査で採取されています。そっか、被害者から逆に腕を捕まったからはすぐにその手を振りほどいて慌てて逃げ出しました。電車を降りた江原はホームをひた走ります。それを被害者の間宮さんが追いかけたんです。周りの人に応援を頼みながら。ああ、そこから先の映像はお茶の間に何度も流れてた。そうですね、ここまで証拠映像が揃ってると弁護の余地なんてないですよ。防犯映像はテレビで流されてた以外にもあるのかな。ありますね。ほら、今僕らにレンズを向けてるのだって一台だけじゃないです。何作あります。確かにいっぱいあるんだ。で、最終的に江原が取り押さえられたのは向こうにある階段の手前です。そうだ、ホームの見取り図がありますよ。誰だろう。事件の時江原たちが電車を降りたのがここで、取り押さえられたのがここね。すごいな、こんなすごいドラマ見てる感じ。100メートルです。江原も被害者も人をかき分けながら走っていました。現場は大混乱。江原が取り押さえられた後も安全確認のために20分ぐらい電車を動かせなかったんです。なあ、この見取り図に防犯カメラの位置と向きを追加できる？ねえ、できますよ。じゃあ江原が捕まった地点に向かいがてらカメラの位置もチェックしていきましょうか。こういう地味な作業は江原が取り押さえられたのはずっと向こうです。八神さんは防犯カメラの位置を見つけたら教えてください。早速あるけど、僕の方で俯瞰図に書き入れていきますよ。これはこれでしょ、これでしょ、これはこれでしょ。怪しいな。あとはんこれか、どうあれもか、あれは違う。今近くにあるカメラは全部チェックできましたね。じゃあ少し先に進みましょう。あ、どなたでしたか？あの、東京リベンジャーズの、わか、見てる？見てない。マイキーだった。なんていう人？林。林知らんな。林優。林優さん。じゃあもう今をときめく声優さんなんだ、星野さんは。マイキーって誰だっけ？あれだよ、金髪のあの取り仕切ってる人。次回のビビッ、ひよってるやついるの人。あ、そう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 。なんだ。へえ、そうなんだ。東京リベンジャーズ映画見たんだけどな。あ、実写の？そう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 。え、実写どうだった？実写見てないんだよね。え、なんかでもあの漫画とかアニメを見てないからかもしれないけど、わかんないけど、普通に面白かった。うん、あの役、吉沢亮さん。
なんか、あ、なんかさ、こう余裕がある感じだよね。でも強いみたいな、うん、そう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 、かっこいいよね、無敵じゃん。なんかこれ見つけられない。これ見つけた。これも買った。この辺のカメラはチェックできました。いっぱいある防犯カメラ。私もなんか駅行ったら、うん、防犯カメラチェックしちゃいそう。ちょめっちゃ混んでる。あ、これは 180% これは 180% です。これ防犯カメラに見えないよね、これ。うん。なんか、どこだ？カメラっていうか、なんかスピーカーみたいな形してるけど。すごいね。360度的なあれなのか。カメラはこれで全部チェックできたと思います。駅ホームの俯瞰図が完成しました。これは星野くん作とか。午前9時12分に降車。放射地点から矢印の方向へ逃げて取り押さえられた。ここに今防犯カメラの位置とレンズの向きを加えてみます。多いな。なんだこの、ここが四角ですよってこと、うん、これは怪しいな。矢印の点線になっている部分は四角。でここで捕まった。お金出るのかな。エハラが痴漢をしてるのか。あの視聴者提供映像を提供したらお金かなって今八神さんが言ってたから。エハラも被害者の間宮さんも普段からこの時間の電車を使ってたのかな。ねえ、被害者は通勤に利用してるので平日はほぼ毎日。エハラも通勤利用なんですが、犯行当日は休みで別居中の奥さんのところへ行く途中だったそうです。じゃあホームで1時間うろついてたことについては何て。その奥さんに会うのが億劫でなかなか電車に乗れなかったと。あの人は何を聞いてもそんな言い訳じみた答えばかりなんです。痴漢もやってないって言うんですが、見つかる証拠は全部有罪を示してました。結局裁判で無実を主張できる根拠は一つもなかったんです。痴漢は実際にやってた。でも江原はその日息子の仇である三越葉が偉人町で殺されると知ってたんだ。お尻に目がくらんで魔が差すような状況じゃない。ええ、そこを考えると江原にとってこの痴漢騒ぎは計画的なものだったはずです。もしかしたら現行犯で取り押さえられるところまで全部。ああ、結果としてその痴漢行為自体が三越葉殺しのアリバイになった。だからどれだけ大っぴらに殺しとの関与をこれのために痴漢をしたよね、無関係だと言い張れる、うん、なんかだんだん得体が知れなくなってきました。江原はまず間違いなく三越葉殺しの一味と関係してるよ。絶対してるけど、そこを口割らせんのは難しそうだな。あいつは多分この件に捨て身でかかってる。息子さんの復讐を果たすためにですか。ああ。共犯者たちは誰なんでしょう。江原はベテラン警官ですし、殺し屋なんかとつながりがあったりするんですかね。そういう連中を雇って息子の仇を討ったとか。もし仮にそんなコネがあっても大金がかかるだろうな。江原にその当てはありそう。いいえ、学校を訴えた裁判費用でカツカツだったようです。そっか。
うん、なんだこりゃ。はい、もしもし、白崎です。ああ、沙織さん。江原との接見を予定したいんですが。急ですね。構いませんか。場所は東京拘置所、源田事務所からタクシーで向かいます。わかった、明日だね。なら俺は一旦異人町に戻るよ。何か向こうにやり残しが。うん、今回の件で江原が何したにせよ、動機はやっぱり4年前の息子の自殺だ。その時本当に三越場のいじめがあったのかはっきりさせたい。で、それを聞くべき相手は異人町に心当たりがあるんだ。わかりました。先生か。ではそちらは八神さんにお任せします。うん、それじゃあ明日。松井わかんないっしょ。都市的に違うか。そういうあれじゃん。うん、先生の気がするな。沙織先生、現場で見えることはもう見た。沙織先生から話を聞き出さないと。いやー、何も喋ってくんないからな。いいっすか。欲しい。なんかこのさ、グッズとか発売してほしいな、うん、いいっすか。今までそういうさ、グッズとかって出てるの、うん、どうなんて出てんのかな。私あんまりなんかグッズ系興味ないっていうか、それ調べじゃない、集めたい人じゃないからさ。あ、どうなんだろうね。出てそうだけど。いいっすか、グッズ出てリアルに使えたらいい。ね、使えなくてもなんか欲しいんだけど、持ってたい。なんか結構人気ありそうだよね、それ出してね。そうだよね。しかも全然なんかさ、なんかなんだろう、費用的には、うん、費用っていうかなんだろう、現実味あるグッなんか感じだよね。そうそうそう。あ、やばそう、悪そうだぞこれ。黒マスクが。それは偏見だ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。いやいや、ここで出てるとね、余計そう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 。お、ぶっ飛んだ。ぶっ飛んだぞ。ぶっ飛べ。ダグ、時間食っちゃったよ。なんでそう。いや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 。怪しい。確かに、やば。みこしばのこと言えんわ、これは。怪しい。ポイント何に、あ、取れなかった。取れなかったよ。ついた。リス、なんかさ、リスをさ見つけるとなんかあった気がする。なんかあるんだよね、なんか、見た。何で見たんだろう、サイトかな。気になっちゃった。気になっちゃった。気になるよねこれ。気になる。前回の終わったところもさ。そう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 。気になるんよね。じゃあ先生のところに行きますか。絶対何も話してくれないだろうな。職員室って何階だったっけ。2階、多分2階だった気がする。2階か。電話してる。
声聞こえる？うん。いいな、友達かな。いいな。さあもう何度目かわからない。また来たって思われてた。またすか。体勢変わってないし。確かに。三越柴博の殺害には十中八九三原さんが関係しています。私には関係ありません。三原さんは三越柴が敏郎君を自殺にまで追い込んだと思っているようです。でも第三者委員会も裁判所もそんな事実はなかったと。どっちが本当なんですか。先生ならきっとご存知ですよね。あ、これ言ったら教えてもらえませんか。4年前、三越柴と敏郎君に何があったのか。知りませんって、私は何も。俺は明日、拘置所にいる江原さんと話をしに行きます。え？昨日は三越柴が殺された現場を見てきました。彼は殺されるまでにひどい暴力を受けてました。殴り殺しです。両手の指を折られて、その後喉を切られて殺されました。そんな酷なこと言って申し訳ないけど、事件の関係者だ。江原さんは三越柴が殺されると知りながら同じ日に痴漢事件を引き起こした。まるで自分だけは三越柴殺害に無関係だとアピールするように。でも本当にアピールしたかったのは多分そこじゃない。え？江原さんは自分が息子のための復讐を成し遂げたんだと、みんなにそう言いたくて仕方ないんです。その下絵の主は三越柴博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。そんな江原さんと明日渡り合うには俺にも材料が必要です。4年前本当に彼の息子は三越柴のいじめを受けてたのか、今俺が先生の口から聞いてたんじゃないの。本当にって、その答えなんて変わりません。三越柴君がいじめをしてたなんて事実ね。待ってください先生。失礼します。あ、ちょっと、この写真の彼が江原敏郎君ですよね。彼がここで聞いてると思ってわあ、やることがそれでもひどいな。三越柴のいじめがなかったというなら俺も先生の言葉を信じます。そしてもう二度とこちらにお邪魔しません。どうですか。どうですか。あ、先生がいなくなってると思う。手前の先生がいなくなった。あ、4年前口を割る気になったか。私は英語教師になってこの学校に転任してきたばかりでした。早く馴染もうと努力していて、やっと周りの顔と名前を覚えてきた頃です。え、めちゃめちゃ綺麗だよね。10日後この屋上で一息入れてたところに敏郎くんが逃げ込んできたんです。どうしたのって聞いたら、人差し指を立ててよく見たら鼻血を出してました。そしてその後三越柴くんが敏郎くんを探しに現れたんです。私は見てないよと答えました。だって敏郎くんの表情が状況を全部物語ってたから。三越柴のいじめを受けてたんですね。ええ、その後敏郎くんから聞きました。三越柴くんたちと一緒に学校を出ると遊びのお金を払わされるんだって。彼らも初めは冗談半分だったらしいんです。敏郎くんがクラスの平均点を下げたからお詫びにクラス全員にジュースをおごれと。でも
それに三越君は味を占めたようでした。彼は成績が良くて、補習してやると言っては取り巻きと一緒に敏郎君を連れ出し授業料を取ったんだそうです。お母さんが働きに出てる日は敏郎君の家にも押しかけていき、夕食にと置いてあったお金も授業料として何度も取った。そして敏郎君はお金を払えないとき、学校で殴られたりトイレで土下座をさせられたんです。誰もその様子を見てなかったんですか？少なくとも私たち教師は。生徒らの中には見てた子もいました。それで私は彼らの担任の先生に報告をしたんです。敏郎君から聞いたことを全部。その先生はベテランで、私よりもずっと経験豊富な学年主任でした。そしてこう言ったんです。3年生はもうすぐ卒業だ、もう学校が騒ぎ立てる時期じゃないと。ありそうな判断ですね。実際成績優秀な三越君をいじめ加害者と名指しするには証拠がありませんでした。敏郎君の話を裏付ける客観的な証拠が。でもやっぱり何か介入して手を打つべきだったんです。私にはそれが分かってなかった。先生、結局私がやっていたのは、なるべく校内で敏郎君が一人きりにならないように目を配ることだけ。それは彼にとって何の役にも立ってなかったんです。だから三学期が始まる最初の朝、敏郎君は自分の部屋で首をつりました。ドアノブにタオルを引っ掛けて。それであなたは三越場を問い詰めた。敏郎君をいじめてたんじゃないかと。ええ、そうです。4年前の沢先生はやっぱり三越場のいじめを糾弾する側に立っていた。ね、でも他の先生に比べたらさ、うん、全然さ、なんかやってる方よ。猫柴くんのためよ。猫柴じゃないわ、何くんだっけ。猫柴か、敏郎くん。なんで今はそのことをなかったかのように伝えた。猫柴くんはいじめなんて知らないと言いました。さすがの彼も動揺していたようです。ただ私はいじめの調査に第三者委員会が入ると聞き、すぐに実態が明るみに出ると思いました。生徒たちから無記名のアンケートが取られたんです。そこに見たままを書き込んだという生徒も少なくありませんでした。けどその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったってことなんですね。そういうアンケートがされたんなら事実確認できたはずじゃ。いじめを調べた第三者委員会は直接当事者たちに聞き取りをしたわけじゃなかったんです。おまけにアンケートを取りまとめたのは例の担任でした。すりゃあかん。ところが彼はいじめを見たという回答を全部握りつぶしてたんです。自分がいじめの報告を受けたのに。最悪だなこの先生。責任を問われるか。それじゃ何のための第三者委員会なのか分からない。ネットには校内のいじめを指摘する声もありましたが、ほんのわずかでした。敏郎君の父親は都内に別居、母親も日中はお勤めされてて学校の内情に詳しくありません。そこにつけ込んで、あの担任はいじめはなかったと押し通したんです。校長にも理事長にも言わずに独断で、うん、そして第三者委員会は三越場君たちが卒業する直前、いじめの事実は確認できなかったと調査結果をまとめました。なんだよそれ。日本では今小学生から高校生まで子供が年間
300人自殺しているそうです。そのうちいじめが原因とされるものは 3% 以下。少な。敏郎くんのケースは他なんだろうね。そこに含まれないと判断された、ね、え第三者委員会の報告に江原さんは納得できませんでした。そりゃそうよ。それで清涼高校に訴えを起こしたんです。敏郎くんの自殺に対して損害賠償を求めると。裁判は長引いて私にも証言台に立つ機会が回ってきました。もちろん私は敏郎くんに聞いたまま全てを言うつもりでした。でもその時あの担任が学校側の弁護士を連れて私に何を証言するつもりか問いただしてきたんです。自分に都合の悪いことを言われちゃ困ると。アンケート隠しがあったことは私もその時初めて聞かされました。あちらも私を味方に引き入れるために全部さらけ出すしかなかったんです。そこまで追い詰められてたんでしょうね。私は敏郎君にいじめの相談を受けたただ一人の大人でした。彼は両親にも最後まで言えなかったんだと思います。でもだからこそ敏郎くんがいじめを受けていたという客観的な証拠は何も残ってなかったんです。彼の相談を録音してたわけでもありません。私自身が実際のいじめを目撃したこともなかった。するとそれを知った学校側の弁護士は私にこう言いました。法律は疑わしきは罰せずだと。確実にいじめを立証できないのであれば三越馬君の名前を出すべきではないと。そして逆にいじめはなかったと証言するようになった。先生にとって難しい判断だったと思います。私は証言台で事実を言うべきでした。でも別の日にはやっぱり他にどうしようもなかったと思い直してしまう。今日までずっとその繰り返しです。ただ自分が 100% 正しかったと思えた日はありません。その後アンケートを握りつぶした担任を、でもまだ先生やってるんだ。今もどこかにやめちまえそうでしたか。そうやな。うん、私にその先生を責める。でもその先生ってこう出てくるのかな。出てきそうじゃない。出てこないと。いや、ね、私はね、あの、やりたいもん。ヒハラはどうやって三越馬場、あ、確かにいじめてたと知った。裁判でもはっきりしなかったくらいなのに人を殺す覚悟ができるもんなのか。確かに知らないって言ったもんね、親。確かに。先生は三越芝のいじめがあったことやアンケートが握りつぶされたこと他にも誰かに言いました。いえ言ってません。トランプかい。矢上さん、あ、言えないよね。私ね、自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。男の子が同級生たちに追い詰められて校舎の屋上から飛び降りました。屋上から。なんとか命は助かったんだけど13年経った今も昏睡状態です。ずっと眠ったままその子は。みつる君はこの先目を覚ますかどうかも分かりません。お母さんが一人お役所に勤めながら一生懸命育ててたのに。お気の毒です。その時の担任はみつる君がいじめられてるところを見てもやりすぎに良くないなぁ。そうしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。なのに敏郎君の件では誰もが責任を免れた。私も含めてです。誰かが責任を取らなきゃいけないとしたら
その一番手は三越場です。江原さんもそう考えたんだと思います。子供の頃私は無邪気に先生になるのを目指してました。いずる君のことがあってからは使命感すら覚えました。なのに私には何もできなかった。あの顔しんみりと。いやーできる方がさ逆にすごいよね。できなくない？でもあーまあね、しかもさ誰にも言えないでさ一人でさ何かやろうとしても最後に先生に声をかけたいところです。ああしんどいしんどいしんどい。これはまあ頭酔っちゃった。ええ、いや階段あるよ階段あるけど案内してあげようか。なんかあると思ったけど、あんまなかった。トイレ。広いね、トイレも。うん。しかも、なんか男子トイレなんて初めて入った。確かにそうね。入ることないからな。うん。ね。ミステリー研究会がすぐそこに。ミスケン、あれミスケンなんかあれでしょ、そこじゃない、ここか。パッタなんかいいね。あ、八神さん。ああ八神さん。そう、めっちゃ追い込まれたわ。ところで、ええ、実は都市伝説。ヤガミさん、飛行が急増した。飛行の元締めをする人物。生徒たちを悪の道に誘惑していると。都市伝説っていうほどプロフェッサープロフェッサーとはシャーロック・ホームズの宿敵ジェームズ・モリアーティ教授。犯罪界のナポレオン。つまり要するに、いえ、プロフェッサーの作った秘密のサイトがあり実際にアクセスしている生徒がいる。ああ、裏サイトみたいな。はい、特集というと、裏サイトにも掲示板があるのですが、願い事を書き込むと叶えてくれる。うわー、なんか怖っ。簡単にお金を稼ぎたい、誰々を懲らしめたい、ベストの答案が知りたい。学生みたいな願い事だ。半グレがいるという噂もあって、危険な匂いを感じるんです。ね、チンピラレンチね。はあ、そっか。実は、確かに。やっぱね、知識は本から得るのも多いよね。もう聞くことはない。
ダンス部か。アプリ？LINE じゃなくてってこと？スクール日誌。すごい。どうやらこの高校では厄介な事件が進行しているようです。はあ、調査を通して高校生たちと紡いでいく物語がユースドラマ。また別の話、ね、話の学校で起きる事件ってことか。チームワーク、集中力、度胸、アピール力がありコミュニティに関わる中でレベルアップしていきます。面白そう。弁護士の資格を持ってらっしゃったんですね。弁護士の方を盗撮魔疑惑で告白しようとしていた方もと。あは。まあ今だからねよ、こんな笑い事に。本当にやられかけたから。ダンス部ってどこにあるんだろう。ダンス部もなんか下にあったよね。下か。下は、あ、本当だ。よく覚えてるね。すごいね。あ、これじゃない。あっちの階段から行くのかな。おう、さっと使ってしまった。階段、階段、これか。ダンス部、あった、ダンス室。やっ、お、やってますね。西園。お、今日もお休み。難しいわな、あの振り付けはね。また踊るの？曲の最後まで通してお願いします。アレンジしてください。もうアイドルじゃん。キャンキャン言っちゃってるよ。あ、曲選べるんだ。衣装も選べる。好き？まあいいや。イージーで。イージーだと簡単すぎるかな。どんなもんかな。やば。画面見たいけど。ボタン押すのに精一杯で見られない。1、2、3、4。何これ。あべ、やっちゃった。むずっ。やば。めっちゃ画面見たいのに見られない。リズムに乗っていこう。チャン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 。ああ、え、あ、違う違う、むずいなこれ。ほいほい、あっあっあっ、タン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 。かっこいい、かっこいい。ほい。やば、やばい、間違った。ほい。おー、かっこいい。いいか。ノーマルでもやりたいな。難しかったな。結構イージーだけど。
ふう一汗かいたぜマジでアイドルだ。アイドルだね。ファンがタオルとか差し入れされんじゃないこれ汗拭いてくださいカラフルはね。おアピールが来た。よろしく悪い気はしない困ってるでしょ。まあそうだね。なんとか放置してもらってもいいですか。ああ T シャツに書いてる清涼ラビッツ。お誰だ。柊木先輩。さくちゃん。コメカド？あ、顧問の先生か。私顧問じゃないです。男の人いたんだ。ね。元部長でエースだったんですよ。へえ。へえ。あ、部長もか。これはちょっと憧れだけじゃない憧れだけじゃないよ。これはほら見なあの表情呼び方がもうなモテる感じなんだよな慣れてるもんな借りてた絵あーよくないなあの二人どう思います。わ、やっぱり二部チン目バレバレですよね。あ、片思いなの。彼女いるのもしかして。いや、そういうことただ単に片思いっていうだけじゃなくて、なるほど。ちょっともう一回踊りたいんだけど。難しかったよ。ちょっとノーマルやってみようかな。できない。ちょっとこれ調子乗っちゃいけない。いやでもね、でもいいんじゃない。難しい。いいよね。丸一発四角なんか曲とかあったらなんか押しやすいんだけど。よしかっこいい。待って増えてるんだけど部員が。ちゃんちゃんちゃん、ほい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 はいはいはい。え、うずっ、あぶない。はい、これどういうこと。十字ボタンの押し方がわからない。はい、はい、いつでも押せるかな。あ、いつも押せた。ちゃん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 、ちょ待ってむずっ、むずいな。こうやって置いた方がやりやすいんだけど。そんなことないか。むずいな。いい感じなのでは。どう、ちょっと難しい。難しいよ。ぴょんってちょっとキュンっていっただけ。いやもうちょっと上がってほしいけど。難しいの。楽しい。カラビンはいらんな。
いいね、部活、青春って感じだ。部活、あれか、あれ高校の時は何やってたの？高校は放送部。あ、そう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 。でもその時からさ、アナウンサーとかなんか気になってたの？あ、全然。あ、そっか。なんか本当にあの人足りないんだよねって言われて、うん、入った。だから途中から入ったんだよ。なんかもともと部活入ってなくて、うん、文化祭の時とかはなんか忙しいんだよねみたいな、友達がその放送部に入ってて、うん、ちょっと忙しいんだよね入んないみたいな感じで、なんか軽い、あんた矢上さんしよ、これはこまえ矢上師匠から話は聞いてるよ、師匠直伝の最高の戦略と素材あんたにも分けてやるや。ああ、これ本当に学生？悪すぎるみたいな。あ、ダマス。でもめっちゃいい人そう。ね、いい人だった。どうやって取るんだこれ。で、取れなくなっちゃった。あ、見ちゃった。なんか他の部活もね、体験できたらいいのに。ああ。玄関が迷っちゃった。ここも体育館だよね。っていうかあれなんかな、そっからだと出れないのかな。だよね、なんか中入って学校に入んないと。こっちか。大きすぎて、ねえ、大きいよ。こっちに行かないといけないんだ。どういうことこれ。あ、ここか、間違った。これか。こんなさ、大きかったらさ、なんかさ、寝坊した時とかめっちゃ大変じゃない？3年生急げって言って走ってもちょっとでも全然たどり着かないみたいな。別にあれだった、めっちゃギリギリで、うん、あのなんていうの、階段登ってすぐのところが教室だったのね。でめっちゃ急いだろ、もう、うん、あ、もうあとちょっとでなるみたいな、これなるってなってた時に、うんうんうん、階段、あ、登った、あ、着いた、こうやって行こうとした、ドア開けようとしたら、その廊下の前、うん、あのところに、うん、そのそういう学年主任みたいな先生が立ってて、うんうんうん、はい、遅刻ってなって、え、遅刻だ、あと3歩ぐらいだったんだけどみたいな。いや、そういうさ、生徒が来るのを見越してたんじゃないきっと。いや、もうそうなの、もうね、待ち構えてもう絶対遅刻にするって決められてたもん。え、常習犯ではない。いえ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 、あ、もういえ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 、そんなことはないよ。本当か、そんなことはないよ。結構遅刻してた。しないしない。するわけないじゃないですか。高校はね、意外と家が近くて、うんうんうん、だから全然余裕で。あ、そうなの。そう。遅刻はしない。うち毎年夏休みの終わって次の日の学校、うん、毎年遅刻してた。で、起きれなくてってこと？いや、でも気づいたら昼なの毎回。怖っ。てか、どんな夏休み送ってるの？毎年気づいたら昼間になってて、そろーって気がする。やばー、ちょっと不真面目疑惑出てんだけど。大丈夫か。いや、その時だけなんだよ、なんかね、起きれないんだよね、うん、し、なんか親もなんかほっとかれてるから。起こされることもなく。あ、まだまだどうせ夏休みでしょみたいな感じでほっといてんのかな。も、ね、誰も把握してないんだよね。あー、なるほどね。そうそうそう。あ、明日学校だなとか思わないの？学校だなと思って、うん、起きなきゃなみたいな。そうそうそう。なんだけど毎年なんか昼なんで。やばーやば、しかも毎年ってわけない。毎年なんだよね。すごいな。で、毎年1は遅刻確定なんだよね。あー、なるほどね、面白いね。え、でも毎年さ、うん、やってるならさ、
いや、ちゃうんよ。あ、ちゃうんだ。ちゃうんだ。なんか起きれないんだよ、マジで。なんか知らないけど、毎年起きれないんだよね。だから今もちょっと休みがさ、もしなんか連休とかなんか、次の日とかちょっと怖いもん。なんか起きれるかちょっとね、心配だよね。なんか怖くて。わかるわかる。大学と高校って結構遅刻のさ、うん、重み違うじゃん。なんか違う違う違う。だからさ、高校とかマジできっちり行ってたな。そりゃ普通よ。いや、まあそうなんだけど。そうなんだけど。普通よ、それが。私はね、逆にね、起こされてたね。なんか、もう学校の日はね、絶対お母さんが、起きなみたいな。それが嫌すぎて、なんかさ、なんていうの、こう、体は起きてないけど目は起きてんのよ。あ、起きなきゃなみたいな状態で起こされるのが一番苦痛で、起きてるってみたいな。起きてるけど、まだ体が、みたいな。そうそうそう。でもそれで、じゃあもう、何もう明日から起こさなくていいからみたいな、来なくていいから部屋に、うん、って言うと遅刻っていうか、うん、寝坊しちゃって結局結局さ、そんなに起こされるのに助けられてんだよね、きっと。それで起きた時に起こしてよって言うのそうだよくわかるね。なんで起こしてくれなかったの。ねえ、なんか犬いると思った。お前どうしたんだ。飼い主とはぐれたのか。つくもし、つくもし、なんか動物に好かれそうの探偵犬。一日をさまよい探偵活動していると噂の変わった犬のようです。ここに事件があるぞ。あ、へえ、すごい。自分のことを探偵だと思っているようです。かわいい甘さみたいな犬だな。ところで野良じゃない。はい、なるほど。おお、なるほどね。最大の謎はお前だ。おお、愛嬌がある。ついてこいと。はあ、すごっ。あれ、連れて行ってきて。待って、リスいるわ。あ、本当だ。そんな甘さわと一緒にしてやるな。よしよし、ついていきます。ちょっと待って、ダメか、できないか。白。ああ、こうやってね、ちょっとね、こう散歩するのちょっと夢だったんだよね。犬飼ったことある？ない。ああ、こっちこっちこっち。こっちだな。え、なんかわかるわ。うちも犬飼ったことなくてさ、犬の散歩って夢だよね。って思う。夢だよね。任せたぞ。なんかだからさ、なんか犬連れてる人とかさ、うん、見ちゃうもんね、犬。うん、でもなんかジロジロ見たらなんか申し訳ないなと思って横目で見るから余計なんか変な人になるんだよね。この人めっちゃ見てたけどみたいな。そうそうそう。はいはいはい、ここですか。お、なんだ、親子、おばさん、迷子かな。うん、待ってろって言ってたよ。あの、こっちは犬のポチ。
かわいいワンちゃんね。わ、やばい。あーだよな。なるほど。封筒を持っていて、中に手紙が。じゃん。手紙？この子お願いします。ああ。確定ですわ。あ、この子、京介ちゃんをよろしくお願いします。とても素直でいい子です。好きな食べ物はバナナアイスです。どうぞよろしくお願いします。俊介くんだよね。1時間くらい前だよ。だとしたらまだ近くにいるかもな。お願い。探せるか？お母さんどこに行くって言ってた？わかんない。うん、そっか。名前は？みかん。みかん。渋谷みかんさん。ん、この手紙が気になるのか。匂いを嗅いで。あるぞ。匂いを嗅がせてみよう。こっちだな。あ、こっちね。任せたぞ。頼むぞ。任せたぞ。駐車場？違うか。頼むぞ。任せたぞ。え、早っ、もう早っ。優秀優秀。あ、絡まれてる。みかんちゃん、どうしたんだよ、乗れよ。本当にみかんって名前だと。ね、みかんちゃん。あー、よくないよくない。借金してんのか、みかんちゃん。お、なんなの人が。なんだお前ら、散歩ならうち行け。シシ、あの渋谷みかんさんでしょうか。うそ、こいつとね。俊介が犬に。そう、そっちみたいな。あ、違った。何頼んだとかか。察するに闇金に金を借りて違法な利子をつかまされた挙句。あ、それは。すごいね、髪が。ぶっ殺すと、僕らは金貸しだよな。え？どんな計算？まったく。あ、もう構え方がなってませんね。つくもの方がまだうまいわ。よいしょ。久しぶりにちょっと強めの敵が来たな。最近チンピラチンピラばっかりだったから。よっしゃい。よっ。ほいほい。いいね。あっ、それは痛い。おっ。よいしょ。すごい眉毛だな。出資法違反。弁護士資格便利だな。できることがあるでしょ。この曲はなんか恋が始まる予感。やだやだやだ。お父さんになっちゃう。ヤガミくんだって。ヤガミさん。つまり。ええ。まったく。あの。お願いします。ああ、よかったよかった。お母さん遅いよ。よしよし。確かに誰に飼われてるんだろう。
ランポ、あ、もしかして天沢の犬だったのか。え、かわいい、この犬。いるっていうか。矢上さん。いや。まさか。え。小さい頃から探偵機。なんでそういう設定の犬が出てきたから。それでこんな犬に。それって、うん、え？はあ、どうやって呼ぶのかな。ランポすごすぎ。待って、飼い主いるのにまたどっか行っちゃったし。ごめんなさい。天沢さん結構なんか出てくるな。人の数千倍という嗅覚を生かして証拠品と同じ匂いの発生源を探し当てる。はい、よいしょ。ということで今回もロストジャッジメントプレイしました。おー、どう進んだか。でもあのあれか、いじめのなんか、そうだね。あ、でも沢先生から聞けたのは、うん、大きい。あれで、あれを元にしてやっとね、今後何が進んでね行くんじゃないかな。そうしょう。まずね、面会だっけ、面会をしないとね。あ、そうかそうか、そう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 、そこを行きたくて楽しみ。はい、では次回も引き続きこちらロストジャッジメントプレイしていきます。この動画が良かったと思う方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また私幼いにやってほしいゲームのタイトルだったり企画などがありましたら、ぜひコメントによろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。なんか いつもさ丸をしちゃってさ、だからなんか地図開くじゃん、うん、でなんか目的地をさ、なんかバツ、うん、バツ押したら目的地ピコンってなんかピン刺すんだけどさ、うんうん、なんかマップを閉じたくてバツを押しちゃうと目的地ピコンってやっちゃうからそれ何回もやっちゃった。